なんて楽しいホリデーのパーティーなの。見て、ゲストはみんなコスチューム着てきてるわ。私たちもユニークな格好しなくちゃ。あ、トナカイの角だわ。それにクリスマスオーナメントも。クリスマスヘアを作れちゃうわ。サイドの髪を少量取って後ろに持ってきて編み込んで留めてね。小さなクリスマスオーナメントを飾ろう。私のクリスマスツリーヘアスタイルの完成よ。トイレットペーパーを頭の上に乗せて髪の毛を巻こう。トナカイの角と目、鼻を乗せてね。すごい、あなたたちの髪の毛とってもクリエイティブ。トナカイにクリスマスツリー？二人ともこのクリスマスパーティーのスターだわ。プールでは水泳キャップ被らないといけないって。でも持ってくるの忘れちゃったわ。なんか使えるものあるかしら。テープ？ダメ、それは良くないわ。あ、私マスク持ってる。これはいいかも。頭にマスクをつけるの。そしたら水泳キャップの完成よ。これでプールに入れるよ。退屈だな。セルフィーでも撮るか。うわ、すっかり忘れてたわ。クリスマスの髪型がテーマのベストセルフィーコンテストあるんだった。アイディアがいるな。髪の毛を抑えるためにヘアジェルを使うわ。でもこれは普通すぎよ。ラメが使えるはず。ジェルが乾く前に髪の毛にピンクのラメを塗るの。そして緑のツリーを足すわ。私の髪型最高。パパ、図書館行ってもいい？勉強しないといけないのよ。もちろんだよ。お前はいい子だな。ふう、うまくいったわ。パパの可愛いエンジェルがロックスターになっちゃったよ。わお、やるじゃない。でも一つ足りないものがあるわ。ゴールドのラメのアイシャドウで稲妻を描いてあげる。絶対に図書館なんて行かないでしょ。鏡よ鏡、鏡さん、メイクの仕方を教えてちょうだい。あ、クリスマスツリーだ。手当たり次第のものを使うわ。ラメのオーナメントがチークに使えるのよ。そんでこのガーランドを髪の毛に使うの。分け目にラインストーンの紐を乗せて。これでクリスマスパーティーの最高な格好ができたわ。仕事の後に大事なデートがあるのよ。大変、髪の毛洗ってないわ。こんなんじゃ彼氏に会えないよ。でも素早いライハックを知ってるの。ショートヘアなら流し台で洗えちゃうんだ。完了。そして手のドライヤーをヘアドライヤーとして使えちゃうの。それに逆から乾かすからボリュームが出るのよ。髪型が完成したわ。わお、君とっても綺麗だよ。うわー、なんて綺麗なカールヘアなの。友達のカール素敵ね。私もあんな髪型したいな。キャロライン、何見てるのよ。私もカールヘアにしたいの。でも私の髪の毛はストレートすぎちゃって。落ち込まないで。ウェットティッシュ使いなよ。これをどうしろって言うのよ。涙を拭けって。ああ、後でかけ直す。泣き止みなさいよドラマクイーン。ウェットティッシュですぐに髪の毛を巻けちゃうのよ。ウェットティッシュに髪の毛束を巻きつけるのよ。カーラーみたいにきつくくるくるするの。完璧。今度はヘアドライヤーを使うのよ。ウェットティッシュを取って髪の毛を振ってみて。完成よ。なんて最高なライフハックなの。ありがとう。髪の毛洗わなくっちゃ。私のお気に入りのシャンプー使おうっと。なぬ、水が。勘弁してよ。このベタベタの髪の毛どうしたらいいっての。スタイリングしちゃおっと。ベタベタの髪の毛を後ろに溶かして
同じ方向に流してドライするの。これでかっこいいウェットな見た目の髪型になったわ。最高でしょ。水なんていらないの。キャロラインはヨガをしてるよ。ナマステ。でも髪の毛が顔にかかってチャクラを出すのを邪魔するのよ。落ち着いて。もしヘアバンド持ってなかったら靴下が使えちゃうよ。靴下のゴム部分を切り取って、あ、そしたらポニーテール作れちゃうの。これで落ち着くわ。ありがとう靴下ちゃん。行っていいわよ。ディフューザーが壊れちゃってどうやって髪の毛乾かそう。私のカールヘアは保たないといけないのよ。お、靴下？ありがとう誰かさん。これでカールヘアを乾かせるわ。このカールたちは綺麗を保たないとね。今日は早く着いたわ。誰もまだ来てないうちにメイクしちゃおうっと。メイクポーチを持ってきてるの。でも私のブラシどこだ？忘れてきちゃった。でも代わりになるもの見つけちゃった。輪ゴムで自分の髪の毛先を結ぶの。そしてそれを半分に曲げるのよ。これでチークが濡れちゃうの。そして細くした毛束はアイシャドウに使えちゃうんだな。柔らかくてオールナチュラルよ。リキッドアイシャドウの中に毛束入れちゃおうっと。いい感じ。でも残念ながらその人のためにメイクしてあげたのにその人は全く気にしてないの。髪の毛無駄にしたわ。ふう、やっと帽子脱げるわ。大変、髪の毛静電気だらけ。うわー、板チョコ持っててよかった。アルミホイルとブラシが必要なのよ。持ち手に巻きつけて、そして髪の毛を溶かすの。これで静電気がなくなるのよ。そんでチョコレートは脳みそのために食べるの。ここにヘアサロンがあるよ。動かないでジェニファー、もうすぐ終わるから。髪型が完成したわよ。今度は私の番ね。綺麗な編み込みにしてちょうだい。うわぁ、キャロラインの髪の量多いな。どうやって編み込むの？あ、わかった。 TikTok のライフハックがあるわ。筆が使えるのよね。前髪の毛束を分けて後ろのポニーテールにブラシを刺すの。前髪の毛束を編むよ。ポニーテールの下に隠すの。ブラシを抜いて。すごい、ありがとうジェニファー。ふう、ありがとうブラシさん。キャロラインは1時間もずっと髪の毛をストレートにしてるよ。髪の毛振ったらすぐに乾くでしょう。ちょっと水分飛ばさないで。私のショートヘアならすぐに乾くのよね。それにとっても楽しいわ。おっと、ごめんなさいキャロライン。やってくれるじゃない。これじゃまた最初から始めなくちゃ。お誕生日会の招待状だわ。テーマはホットとコールドのクリスマスだって。すぐに準備しなくっちゃ。何着てけばいいの？どんな格好したらいいかな。全部違う気がする。ダメ、どれも良くないわ。お、雪の結晶。私はどうしよう。いって、頭が。あれ、何これ、赤い王冠。これホットアクセサリーに完璧ね。いいな、私も王冠欲しい。でも私のはコールドの色味を使うの。
私たちの王冠はとっても綺麗よね。私のホットな王冠にはキャンドルを刺すわ。よしと、パーティーに行こう。朝ごはん何食べよっかな。卵とコーヒーと。頭？シャワー浴びてこないと。マジかよ、シャンプーなくなってる。でもライフハックを知ってるの。卵とコーヒーが必要なんだ。栄養たっぷりのヘアマスクを作るんだ。コーヒーの粉と卵を混ぜるの。そしてこれをシャンプーみたいに頭につけるんだ。これで完璧だわ。負け負け負け。ダメだわ、ちっとも使えない。私の髪の毛ったらコテを無視してるのよ。どうにもなんないわ。私の髪の毛って本当に負けないの？お、コーラ？あのライフハック試してみようっと。スプレーが必要だわ。あった。そしたら髪の毛をくしゃっと丸めるの。すごい！コーラが効いた！ありがとう！コーラは最高のスタイリストだわ。私たちの髪の毛とメイクのライフハックは好きだったかな。それならあなたが使いたいライフハックをコメント欄で私たちに教えてね。オーナメントでメイクアップする？クリスマスヘアスタイルにしちゃう？それともコカ・コーラカールにしちゃう？そして君たち、私たちのチャンネル登録とこの動画にいいね、ベルマーククリックしてよね。フーフーからのおかしい新着動画をどれも見逃すでないぞ。